苗場山の紅葉栄村は、長野県北東部に位置する村、下見の地群に属する、長野県の最北東部で、新潟県との県境に位置する、日本有数の豪雪地帯であり、特別豪雪地帯の指定を受けている、その美しい景観から、日本の里百選に選ばれている、村を流れる千曲川は、県境で故障が、信濃川に変わり、日本海へ注ぐ、中心部にある、 森宮の原駅では1945年2月12日に7.85メートルの積雪を記録しており、校内と駅前には JR 日本最高積雪地点を示す標柱が建てられている。長野県最北端の地点は栄村と飯山市との境界未定地域に位置している。村内は一部を除き、 長野県の民放テレビの全局が映らず、新潟県の民放テレビを視聴している地域が多かった。そのこともあり、2010年秋にケーブルテレビが整備され、長野県の民放テレビ全局が視聴可能となった。栄村は、越後国、上野国との国境に位置し、戦国期には、北進国州は、越後国上杉市と会の国竹田市、相模国なし李北条市の構想に翻弄される。 特に、武田、上杉間では、北進をめぐり川中島の戦いなど、激しい戦いを繰り広げた。孫一の国州では、志久市美京の市川氏が、武田方に属していたが、武田氏の滅亡後は、天正神後の乱の際に、上杉氏に属するようになり、江戸時代には、上杉家の家臣となっている。歴代市長補助金に頼らない、棚押し事業や、山間部に、 ゲタ吐きヘルパーを派遣する事業が実施されるなど、過疎地に合わせた政策を展開。政府による一律基準の補助金を受け続けた場合、補助金はあくまでも補助であるため、当地の財政は破綻すると考え、独自の政策を掲げ、存生運営をしてきた。なお良質の米が取れる地域であったことも幸いした。森宮野原駅、品野白町駅、平滝駅、横倉駅。 森宮野原駅国道117号沿いにある道の駅、新越坂国道県道村道道の駅下記の4県の郵便局があるが、どれも村役場近辺には立地していない。霧明温泉名所旧石温泉猫津倉国土地理院、長野県市区町村の役所、役場及び東西南北探偵の経度移動県境は確定しているが、 栄村と飯山市の北端は共に未定となっている。棚押し事業。村独自の取り組み。栄村。2017年10月20日閲覧。下駄巻きヘルパー。村独自の取り組み。栄村。2017年10月20日閲覧。ありがとうございます。